クロマチンリモデリングは、クロマチン構造の動的な調節である。クロマチンリモデリングは凝縮したゲノム DNA に、対する転写調節装置のタンパク質のアクセスを、可能にし、遺伝子発現の制御が行われる。こうしたリモデリングは主に、特異的酵素による、共有結合的なヒストン収縮、ヌクレオソームを動かしたり、除去したり、再構築したりする。 ATP 依存的なクロマチン構造のリモデリングによって行われる。クロマチン構造の動的なリモデリングは遺伝子発現の活発な調節の他にも卵細胞の DNA 複製や修復、アポトーシス、染色体分離、発生や多能性など、いくつかの重要な生物学的過程のエピジェネティックな調節を可能にする。クロマチンリモデリングタンパク質の異常は ガンを含む人の疾患と関係していることが判明している。いくつかのガンに対しては、クロマチンリーモデリング経路を標的とした治療戦略の進化が続いている。ゲノムの転写調節は主に転写開始前の段階、DNA のコアプロモーター配列へのコア転写装置の結合の制御によって行われている。しかし、 核内の DNA はしっかりとパッケージングされており、主にヒストンタンパク質の助けによって、ヌクレオソームの反復単位が形成され、それらがさらに束ねられて凝縮したクロマチン構造が形成されている。こうした凝縮構造は、多くの DNA 調節タンパク質を排除し、転写装置との相互作用や遺伝子発現の調節は、できない状態となっている。 クロマチンリモデリングと呼ばれる過程は、この問題を克服して凝縮 DNA に対して、動的なアクセスを行うことを目的として行われ、ヌクレオソーム構造を変化させて、転写調節のための DNA 領域を露出させたり、隠したりする。定義として、クロマチンリモデリングは、ヌクレオソーム DNA へのアクセスを促進する、酵素的過程であり、ヌクレオソームの構造、構成、 配置のリモデリングが行われる。ヌクレオソーム DNA へのアクセスは大きく2種類のタンパク質複合体によって行われる。共有結合によってヒストンを収縮する複合体 ATP 依存的なクロマチンリモデリング複合体ヒストン収縮複合体と呼ばれる特異的なタンパク質複合体がヒストンに対する様々な科学的要素の負荷や除去を触媒する。 こうした酵素的な就職には、アセチル化、ベチル化、リン酸化、指チン化が含まれ、主に就職は、ヒストンの N 末端のテール領域に対して行われる。こうした就職は、ヒストンと DNA の間の結合親和性に影響を与え、ヒストンに巻きついている凝縮した DNA 構造を緩めたり引き締めたりする。例えば、ヒストン H3 と H4 の特定のリジン残機の、 メチル化は、ヒストン周囲の DNA のさらなる凝縮を引き起こし、転写因子の DNA への結合を阻害し、遺伝子発現を抑制する。反対に、ヒストンのアセチル化は、クロマチンの凝縮を緩め、転写因子が結合できるように DNA を露出させ、遺伝子発現を増加させる。基地の就職よく知られたヒストン就職には次のようなものがある。 リジン残期とアルギニン残期の双方がメチル化を受けることが知られている。メチル化リジンはヒストンコードの中で最もよく理解されている標識の一つであり、特定のリジン残期のメチル化状態は遺伝子の発現状態とよく一致する。H3K4 と H3K36 のメチル化は転写の活性化と相関している一方、H3K4 の脱メチル化は ゲノム領域のサイレンシングと相関している。H3K9 と H3K27 のメチル化は転写抑制と相関している。特に H3K9 のトリメチル化は構成的ヘテロクロマチンと高度の相関が見られる。アセチル化されたヒストンは脱アセチル化ヒストンと同じようにうまくパッキングすることはできないため、クロマチンが開いた構造となる傾向がある。 ヒストン就職にはさらに多くの種類が存在し、好感度の質量を分析によって近年その種類は大きく広がった。ヒストンコード仮説ヒストンコード仮説は DNA にコードされている遺伝情報の転写が部分的にはヒストンタンパク質、主にその構造を取らない末端部の化学就職によって調節されるという仮説である。DNA のメチル化などの類似した就職とともに、 エピジェネティックコードの一部を構成する。多くの研究の蓄積により、こうしたコードはヒストンをメチル化したり、アセチル化したりする特定の酵素によって書き込まれ、脱メチル化や脱アセチル化活性を持つ他の酵素によって消去され、そして最終的に特定のドメインを介してこうした就職へリクルートされて結合するタンパク質によって読み取られることが示唆されている。 これらライター、イレーザー、リーダーによる3つの作用によって、転写調節や DNA 損傷修復などに適した、局所的環境が確立される。ヒストン高度化説の重要なコンセプトは、ヒストン収縮は、単にヒストンと DNA の相互作用を安定化したり、不安定化したりするのではなく、専用のタンパク質ドメインによって、 就職を特異的に認識する他のタンパク質をリクルートするために利用されるという点である。こうしてリクルートされたタンパク質は、その後、クロマチン構造を活発に変化させたり、転写を促進したりする。遺伝子発現に関するヒストンコードの非常に基礎的な概要を下に示す。ATP 依存性クロマチンリモデリング複合体は、ヌクレオソームを移動させるか、 除去するか再構築するかによって遺伝子発現を調節する。これらのタンパク質複合体は共通した ATP や、R、Z メインを持っており、ATP の過水分解によるエネルギーによってヌクレオソームを DNA に沿って再配置したりとも呼ばれるヒストンを組み立てたり除去したり、ヒストンバリアントの交換を促進したりし、遺伝子の活性化のためにヌクレオソームが存在しない。 DNA 領域を作り出す。いくつかのリモデリング因子は DNA を移動させる、活性を持っている。すべての ATP 依存性クロマチンリモデリング複合体には SNF2 スーパーファミリーに属する ATP、アーゼサブユニットが含まれている。これらのタンパク質には2つの主要なグループが存在しており、推移に SNF2 グループとイスウィーグループとして知られている。 近年記載されたものの中には、脱アセチル化活性も示すものもある。基地のクロマチンリモデリング複合体の80は、複製フォークを安定化し、誤って配置された H2AZ を除去する。新核生物のクロマチンリモデリング因子には、少なくとも5つのファミリーが存在し、最初の2つに関しては特に公募モデルで、よく研究が行われている。リモデリング因子には、共通した。 a t p ーゼドメインが存在するが、それらはいくつかの生物学的過程において特異的に、機能する。これは各リモデリング因子の a t p ーゼ領域には、特有のタンパク質ドメインが存在し、また異なるサブユニットを介して、リクルートが行われるためである。特異的機能、クロマチンリモデリングはしっかりと、パッケージされたゲノムに対して、 転写装置の動的なアクセスを可能にし、遺伝子発現調節において、中心的な役割を果たしている。さらに、クロマチンリモデリング因子によるヌクレオソームの移動は、染色体の集合と分離、DNA の複製と修復、肺発生と多能性、細胞周期の進行など、いくつかの重要な生物学的過程に必要、不可欠である。クロマチンリモデリングの調節以上によって、 適切な細胞機能に必要とされるこうした重要なチェックポイントでの転写調節の喪失が引き起こされ、それによって癌を含む様々な疾患が引き起こされる。クロマチン構造の緩和は DNA 損傷に対する最初期の細胞応答である。この緩和はパープ1によって開始されるようであり。 パープ1の DNA 損傷部位への蓄積は DNA 損傷の発生後1.6秒以内に最大半値に達する。続いて ADP リボース結合ドメインを持つクロマチンリモデリング因子ルク1がパープの反応3ものであるポリ ADP リボース差に迅速に結合する。アルク1の DNA 損傷部位へのリクルートは損傷後10秒以内に最大値に達する。 歩く位置によるものと考えられるクロマチン構造の緩和は10秒以内に最大半値に達する。日本左切断部位でのパープ置の作用によって2つの DNA 修復酵素 MRE11 と NBS1 がリクルートされる。これら2つの DNA 修復酵素のリクルートは MRE11 に関しては13秒、NBS1 に関しては28秒で最大半値に達する。 DNA 日本差切断の形成後のクロマチン構造の緩和の他の過程には H2X のリン酸化型であるガンマ H2X が関与している。ヒストンバリアント H2X は人のクロマチン中の H2A ヒストンの約10%を構成している。ガンマ H2X の蓄積はガンマ潜者による日本差切断の形成後20秒で検出され、 1>, 1分で最大半値に達する。ガンマ H2X を含むクロマチンの範囲は DNA2 本差切断部位の周辺、約 2MBP にわたる。ガンマ H2X はそれ自身がクロマチンの脱凝縮を引き起こすわけではないが、照射後数秒以内に MDC1 がガンマ H2X に特異的に結合する。それと同時に RNF8 と NBS1 が蓄積する。 NBS-1 は、ガンマ H2X に結合した、MDC-1 に結合する。RNF8 は、ヌクレオソームリモデリングヒストン脱アセチル化複合体、ナードの構成要素である CHD-4 との相互作用によって、広範囲のクロマチン脱凝縮を媒介する。日本差切断部位への CHD-4 の蓄積は、迅速であり、照射後40秒以内に、最大半値に達する。 DNA 損傷に伴う迅速なクロマチン構造の緩和と DNA 修復の開始後にはゆっくりと再凝縮が行われ、約20分でクロマチンは損傷前の状態に近い凝縮状態を回復する。クロマチンリモデリングは細胞周期の進行、DNA 修復や染色体分離など細胞の成長と分裂の重要な段階の微調整を行い、それによって 使用形成を抑制する機能を発揮する。こうしたクロマチンリモデリング因子の変異やヒストン就職の調節異常によって細胞増殖が自己充足的となり成長調節シグナルによる制御を受けない状態となる可能性がある。これらはがんの二つの重要な特徴である。治療介入クロマチンリモデリングの調節異常によって引き起こされる。 エピジェネティックな不安定性について、乳がん、大腸がん、膵臓がんを含むいくつかの癌で研究が行われている。こうした不安定性は広範囲にわたる遺伝子のサイレンシングを引き起こし、主に癌抑制遺伝子に影響を与える。そのため、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤と DNA 脱メチル化剤との相乗効果によって、エピジェネティックなサイレンシングを克服する戦略が、 取られている。HDI はいくつかのタイプの癌で、主に補助療法として利用されている。HDI は、P53 の癌抑制活性の調節因子である、P21 の発現を誘導する。ヒストン脱アセチル化酵素は、RB タンパク質が細胞増殖を抑制する経路に関与している。エストロゲンは、エストロゲン受容体アルファに結合し、 乳がんの形成と進行への関与することが示唆されている分裂促進因子としてよく知られている。近年のデータからはヒストン脱アセチル化と DNA メチル化によるクロマチン不活性化が人の乳がん細胞における ERα のサイレンシングの重要な要素であることが示されている。HDI としてボリノスタットとロミデプシンはアメリカ食品医薬品局から皮膚。 t 細胞性リンパ種の治療に対する承認を受けている。ベリノスタットは抹消性 t 細胞リンパ種に対し2014年7月に FDA の承認が行われた。パノビノスタットは2015年2月に多発性骨髄種に対して FDA の迅速承認が行われている。バルプロさんは子宮頸癌と乳癌に対する臨床試験が行われている。 ヒストンギジンメチルトランスフェラーゼとアルギニンメチルトランスフェラーゼは新たな薬剤標的の有力な候補である。クロマチン構造のリモデリングは細胞老化の過程への関与が示唆されている。細胞老化は個体レベルでの老化と関連しているものの異なる過程である。複製老化は高級的な細胞周期の停止を意味し優位と分裂を終えた細胞は 代謝的に活発な状態で存在し続けるが増殖することはできない。細胞老化は加齢と関連した疾患、テロメアの短縮、プロジェリア、全顔状態、他の損傷や疾患によっても生じる。老化細胞には明確に抑制的な表現型の変化が生じ、クロマチン構成の変化やリモデリング因子の存在量の変動、エピジェネティックな就職の変化が生じた。 損傷細胞や眼性細胞の増殖を防いでいる可能性がある。老化細胞では、構成的ヘテロクロマチンが核の中心部に移動し、ユークロマチンと条件的ヘテロクロマチンが核の周円部に移動するというクロマチン配置の変化が生じる。これによって、クロマチンとラミンの間の相互作用が破壊され、活発にアリート分裂を行う細胞で見られる。 パターンとは反転した配置となる。この移動によって、ラミン結合ドメインとトポロジカルドメインは破壊され、ゲノム間の質の相互作用に影響が生じる。さらに、全体的に典型的ヒストンが喪失したパターンが生じ、ヌクレオソームでは、特にヒストン H3 と H4、リンカーヒストン H1 が喪失する。老化細胞では2つのエクソンからなるヒストンバリアントが、 アップレギュレーションされて、ヌクレオソームの組み立てに変化が生じ、老化状態の確率に必要なパーミシブなクロマチン構造への変化に寄与する。ヒストンバリアントの転写は上昇するが、典型的ヒストンは細胞周期の S 期にのみ合成されるため、有位と分裂を終えた老化細胞では発現しない。老化時には染色体の一部は、 核から輸送されて、リソソームでの分解が行われ、より大きな構成の変化とクロマチン相互作用の破壊が引き起こされる。クロマチンリモデリング因子の存在量は、細胞老化に影響を与える可能性がある。酵母、C、エリゴンツ、マウス、人の培養細胞において、ナード、アッコフ1、スビー、 SNP などの ATP 依存性リモデリング因子のノックダウンやノックアウトによって DNA 損傷と老化表現型が生じる。老化細胞ではアッコフ1とナードはダウンレギュレーションされており優位と分裂の維持にはクロマチンリモデリングが必要不可欠であることが示唆される。老化シグナル伝達に関与する遺伝子のサイレンシングはクロマチン構造とポリコーム 抑制複合体とによっても行われており、P16 が p r c 1 PRC2 によってサイレンシングされているのはその一例である。特定のリモデリング因子の化出はサイレンシングの維持の喪失によって増殖性の遺伝子の活性化を引き起こす。一部のリモデリング因子は特定の遺伝子座というよりはエンハンサー領域に対して採用し、調節領域周辺に濃密な ヘテロクロマチン領域を形成することで細胞周期の再進行を防いでいる。ありがとうございます。